ミスったかもしれない。なんなん。うわさん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。アサミです。というわけで今日は、はい、初心の心に戻ろう企画。うるさいな。うるせえよお前が。黙ってお前だよ。まあ、今日はね、はい、あのサムネをご覧の通り、ウーバー企画なんですけれども、はいはいはい、最近ずっと頼み合いをしてたじゃないですか。そう、ね、で各自の家でみたいな、うん、だったんですけど、まあ、このクレマグハウス新しくなってから、うん、ウーバー企画をやってなかったんですよ。確かにやってない。で自分に頼むっていうの何年、1年ちょっとぶりぐらいぐらいだね、うん、本当にあの旧クレマグハウスでやったぐらいなので、うん、なんか久々なんですけど、はい、今回は1人1万円自分に対して頼むというのを、うん、はい、やっていきたいと思います。はい、ここで結構まあウーバー頼んでるけどさ、うん、本格的にそんな頼んでなくない？うん、ちょっとお昼に頼んだりとか、おやつ頼んだりみたいな、うん、おやつ頼みました。今から来ます。あ、待って、当てる。おやつでしょ、うん、せーの、サーグラトースト。イントネーション合ってる？サーグラトースト。残念残念、待って、はい、はい、マクドナルド。ブブー。あ、だる。はい、はい、シュークリーム。ブブー。みんなさ、うちのおやつだよ。あ、ラーメン。牛丼。ラーメンは今日の夜食べようと思ってるから、それが食べれるぐらいのお腹にしようと思って。でしょ、ちょっと小腹満たして。そう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 。ヒントちょうだい。赤くてもちもちしてる。え、赤くてもちもちしてる、うん、もっとヒントちょうだい。ヒリヒリ。辛い。辛いんでしょ。宮崎辛麺。違う。もこたん麺。違う違う。ラーメンは夜食べんだの。正解はでででででタッポッキ。あ、結構じゃあ強く押してるつもりなんだ。誰も見てよ。全然ない。てなわけで、はい、じゃあウーバーをやるんですけど、うん、まあウーバーは朝からじゃないですか、うん、なので明日の朝寝起き一番の人からカメラを回してください。あ、わかりました。多分私、多分あさみさんです。そうですね。楽しみにしてください。さーい。では早速やっていきましょう、はい、せーの、マグネット。ワンワン。ネッカーする。ウーバー頼みます。おはよう。やばい、朝から口臭を交わらせてしまった。何食べる？目は一発目をちょっと今回は決めてます。トロコさんだったら今何食べたいですか？何もいらない。これにしましょう。後悔する顔よ。ね？後悔する顔だぞって言いました。いつもあさみさんがカメラをしてるときこういう角度。はぁ、起こしてる。起こしてるよ。撮ってもどうせ流せねえから映すな。注文した。でも今日は甘いのも食べようと思ってます。何狙いですか？マリトッツォ。うん、マリトッツォかドーナツ。うん、みてえな、踏み上がって痛い。今回は頼んだ商品が来たら次のやつ頼むっていう、そういう作戦でいきます。なるべく早めに終わらせられるように。なんか前回が頼み合いだったので今回はまあまだいいですね。顔洗って準備します。本邦初公開、メイメイの洗顔タイム。ハッピーハッピー。完璧。やばい、ひろゆきも来る。それではレッツゴー。結構量多いかも。ミスったかもしれない。
いただきます。うん、めっちゃうま。でもこれやばいかも、めっちゃお腹いっぱいになりそう。だってご飯見えないもん、うなぎのすぎて。はい、ロバです。ウーバーです。おはようございます。ウーバーです。目開かない。何食べよう。何食べてんの。うなぎ。朝からうなぎ。あいつは高いもので行く作戦だな。何食べたらいいか分かんない。早く来るのにしよう。最初は第2弾甘いの頼みました。やばい、マジこれ食えるかな。うなぎ嫌いになりそう。頼みます。1779円。頼んでいきます。皆さんはいつもチップはどのぐらい払いますか。私は早く来てほしいときは高いチップを送ります。600円。だってさ、ウーバーの人たちだってさ、それでお金稼いでんだからさ、たまにはさ。あと30分後、もう一個頼んでいいかな。うん、出た。もう一個頼んでいって。私は今回あさみ方式でいこう。高いものを食べる。いやー、もう結界かも。でも甘いのなら一旦いける気がするから、甘いの挟んでっていう方式にしようかなと。あー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 。金髪美女が隣に寝ています。おはようございます。企画始まってるっぽいですよ。いやちゃん、もう一発目頼んでた方がいいんじゃないですか。OK。 あ、ラブラブシーン。あ、やばいやばい、ちょっと卑猥です。朝から全エアファンにドヤ顔してます。この人、お前らここに乗れねえだろ。エアファン負けないでください。ブーなんかに負けない。あ、うるさい、ゴムラ。積極的です。お前の声で起きたわ。おはようございます。おはようございます。なんか前髪長くなっちゃった。おはようございます。普段です。休憩がてら次のやつ待ってます。うん、私も間はあんま開けたくないので、じゃんじゃん頼みます。じゃんじゃんバリバリ。え、もつ鍋きついかな。きついけど、でも、その心意気は褒める。ほんと？うん。でもさ、一気に行ったことないのうち3000円分とか。うん、やってみようかな。大丈夫、これ4000円だから。やるキャンプか。でもこれちょっとね、重いわ。だから、分けて食べる。うん、今一気に食べないで。ちょこちょこね、うん、間にね。頼みました。おはようございます。次、一周していただいてもいいですか。ラーメン食べました。次だよ、ラーメンの次もつ鍋か。いけるかな。ほんとかわいい。ここにご飯チップ見せて。お弁当だの。パンパンパン。エアー、この人さっき部屋にうんこしてたよ。トラコさんが拾った。そこらへん。ブー、ウランなわけねえだろ。違う、そこらへんにしちゃってさ、トラコさん処理するわけなくない。4160円です。でも言っときますけど、相当量あります。でもこういう企画の時に気になるお店もやってった方がいいと思ってるんで、うん、それも下調べしておきます。若いよ、それ若いよ。普段は頼まないやつとかね。若いよからの若いよ。若いよ。ああ、やばいかも今日は。コンディションが悪いかも。珍しいです、あさみさん。申し訳ないです、本当に。うちのランが。なんで。ごめんなさい。すいません。うぅぅぅぅね、ワッフルパラダイスだって。パラダイス。パラダイス。なにそれ。メイがパラダイスって言うから、うん、低めで、うん、パラダイス、うん、そうそうよ。せーの、パラダイス。こういうアニメやるじゃない。私はクッキーシューが好き。パイシューもうまいんですけど、裏のパイシュー
ちょっと垂れ気味。では3つ頼みます。1573円。お今のところ全然食べてないので、あれ頼んだ金額7512円です。これをまず食べきって次考えます。口洗ってくるわ。いやちょっと一回来て、一回挨拶して。今日は笑顔だね、やけに、うん、だって無理やり起こされてないからお前さ、やめろよ。やめろって、自腹って。やめてもらっていいから。くすぐったい。くすぐっていいよ。やめろって、自腹ってブー、こいつ嫌なことばっかしてくる。やめろって、自腹って。いや、もう次の頼んじゃおうかな。頼んだ。頼んだよ、待ってる今。え、全然食べれてないじゃないですか。やばい、これマジで重いわ。嘘。思ったより。だからちょっと間開けてちょいちょい食べにしようと思ってる。あ、なるほど。めっちゃお腹空いてたの昨日夜から、うん、一口目だけ美味しかったの。何なのこの現象。でも今味変するから、うん、それでまた変わるじゃん。そう、まあ、なんか食べ放題とか言ってもよくアイスとかあるじゃん、ああいうの食べたら復活するタイプ。来た来たを。麺の量、麺、これ普通盛りだよ。え、皆さん見てください、じゃじゃーん。私一発目はなんかこんな量多いと思わなかった、大盛りにしてないのに。つけ麺です。手を合わせましたよ、いただきましょう。まさからラーメンは日常。うまい、このラーメン。うん、うまい。じゃあ一旦ちょっと食べといてやるわ。今日はうま辛味噌を頼みました。久々に自分が食べたいのを頼めるので嬉しいです。幸せ。あ、今日ブー散歩デビューします。忘れた。ね、お前いつも持ってくんのにさ。あ、遅いよ私の料理。あれなの。え、それ何？じゃん。あ、新しいやつ。キットカットイチゴ。そんなの出てんの？やっぱなんかさ、もう春の新商品ばっかだね。確かに。いただきます。はい、どうぞ。美味しい。てかさ、もう卒業じゃね？え、みんな大丈夫？卒業できた？届きました。今一気に2個きた。いただきます。クリスマート。クリスマートだって言ってるよ。クリスマート。クリスマート。クリスマート。あと何面？3200。ほらもうあと3000円ぐらいです。残り5000円くらい、うん。まだいっぱいではないです。この後にもつ鍋があるという。では。そのもつ鍋の量が私受け取ったんですけど、めちゃめちゃ多かった。でも4000円分。ごちそうさまでした。いや、撮影現場だったり YouTube もそうですけど、家じゃない時とかって、うん、コンビニで大量に買ってきて、それ朝に全部食べるんだ。そう、全部食べたくなっちゃうの。ラーメンも米もパンも。ごちそうさま。朝未明クリア。ありそうだけど。あー、お腹いっぱい。ねね、いちいち怒ったみたいに言う人。いや、ん、なんなんその寝癖。れこれ怒ってんな。怒ってんな。いや、何頼むか言ってみろ。それも怒ってんだよ。何頼むんだよ。アサリ。うわ、デコ出して可愛いな。正解でした。正解正解。ねえ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 、まあ、何メイのリップ知らない。知るかよ。ここにあったよね。ありがとう。はいはい、どうもいたしまして。どうもいたしましたって何。でもさ、こういう笑い方の人に出会ったの。あ、出会ったの。出会ったの。いくよ。文字に起こすとしたら、くるくるくる。見たことねえよ。何頼んだんですか。テレレレテレマリトッツォ。ウェーイ。わー、回復。いちごミルク。え、かわいい。あ、楽しそう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 。わー、笑っちゃう笑っちゃう。口開けて笑っちゃう。これは何なんだっけ。いちごソーダ。そうだ、それ。あとこれケーキだ。何ケーキ何ケーキ何ケーキ。いちごケーキ。
もう一回、もう一回しまって。あ、オッケー。うわー、ケーキだ。何ケーキ、何ケーキ、何ケーキ。いちごケーキ。せーの、いちごいちごいちご。2400円なので、小物系でいきます。落ち着け、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 出た、出た、出た。じゃじゃーん、うまっ。注文しました、ラーメンです。うん、残り7000円くらいですね。と、安定に好きなのはクッキーシュー、クッキー生地が乗ってるやつです。やばい、もう味変、早く来て、味変。これ味変じゃないの？これじゃない。あ、違うだった。違う。動けない。そんな時もあるよね。ということで、アサミとウランが寝たということでですね、私はこの届いたポテトの方を食べていきたいと思います。うまいよね。え、これ多分この人起きた時覚えてないです、ポテト食べる。完食。ラーメンです。うまい、うまい、うまい。皆さんは細麺太麺どっち派ですか？私は太麺派です。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。ではもつ鍋作っていきます。これマジで何人前なんだろう。プーです。おはようございます。ラーメン茹でぼう。あんたね、さっきからね、あさみに絡みすぎよ。はい、ご覧ください。私のもつ鍋です。2000円のうどんあるわ。え、一品頼んでみよう。で、これが本当に2000円の価値があるから、うん、やってみよう。いただきます。やはい、やはい、寝すぎた。寝すぎました。うまっ。うん、でも一回寝たから満腹感はなくなったね。うん、え、うらうんこ出た。出た、ちょっとだけ。やめてよ、うんこの話。まあ、うんこいっぱい出てる。分かってるよ、今みんなご飯食べながら見てるかもしんないから。エアー、うんこ出た。どんくらい。皆さん、はい、トラコさんからの LINE 読みますね。はい。疲れ様です。すみません、ブーのことを避けようと思ったらあさみさんのメガネケース踏んでしまって踏み壊してしまいました。新しいの買って返します。すみません。すごい、まあ、もうちょっと反省した方がいい。反省が足りないというか。どう思いますか、そこら辺。いいそうです。やっぱ一日あるといいわ、この企画、ね、制限が決められてるとやっぱ食べなきゃいけないっていうのもあるし、切羽詰まっちゃうんですよね。詰めすぎたかも最初に。うん、だって最初そんなさじゃない、いつも軽いのから行って途中重い食ってだけど、一発目ぐらいからこれでしょ。そう、途中しまった。うん、あ、いいよ。どうしたの、化粧で結構変わるね。ね、可愛くなりすぎじゃない。2000円のうどんです。まあ、この企画には嬉しいかも。そうですね、やっぱ、うん、見てる人が今日服装もずっと一緒だし飽きちゃうかなって思って、あ、なんか下にあったから、うん、持ってきてみた。だってトラコさんのだよね。これは次の考えられないぐらいの腹いっぱいさだ。マジお腹いっぱいの時って何も考えられないね。別に食べたくないもん。それな。よし、いただきます。はい。やばい、きつい、ちょっと休憩。姉ちゃんはこれからお出かけだって。メイクしました。そしてその間にコーヒーとお酒入ってるチョコの、すごいとこれで、ラストラストですね。もうお米食べたくない。さつまいも見たでしょ。全部チョコない。いや、なんかラムレーズンみたいな。
出してた。え、あるよね。嘘。声出ちゃう。真似してみよう、うん、まず寝てます、うん、出てるよね。あえいでるじゃん。でもマジで本当にごちそうさまでした。いや、終わり終わり。わっ、あ、ごめんね。では一回私たちはちょっとこれからお仕事があるので、はい、それをやってまた私たち残ってる分は食べたいと思います、はいはい、朝から夜までこの格好というわけで、メンバーシップの配信を行っておりまして、ラーメンを食べてしまってたんですよ。何笑ってんですか。あ、エアちゃんも来てください。皆さんエアちゃんの格好ご覧ください。エアちゃんはもう食べ終わったからといってもう着替えています。帰る気満々です。てかもう帰るらしいです。どうなんですかそれは。企画がまだ終わってないというのに。いや、私が終わりました。うち何頼むか決めて。いや、あと残り2000円くらいでしょ。2400円。ラーメンとかご飯もいらない。サラダは、サラダも腹にたまるよ。もう無理だよ。よし、いただきます。食べれない。みんな何がいいと思いますか。飲み物で攻めたらスタバで行きます。はい、あとじゃあマックにします。お、で終わりか。はい、マックで注文しました。じゃあエアさんは先にいなくなるってことですね、はい、らしいです。じゃあ皆さんに挨拶してください。はい、皆さん今回はやーい挨拶させて。以上、エアちゃんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ちょっと久しぶりに好きなものが頼めてとても嬉しかった。なんか珍しいね、あさみ。朝食べてたものを夜まで持ち越してるの、うん、初めてぐらいじゃない。一番最初にいつもさ、食べ終わって失敗した。ちょっとコンディションで昨日も焼き肉食いすぎた。うわ、それだ。あ、それだろ。それかな。絶対それだよ。うわ、ここに来て残り私6品です。腹は多分食べ始まったらすぐいっぱいになるだろうなぐらいの感覚、うん、うーちゃんの気になるなるなる、どんどん答えていっちゃったまっ、だって何でもいいって。じゃあ、うーちゃんって普段パンツは普通のお尻隠れるタイプかティーバッグ、それかふんどし、どっち？正解はトゥルル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 、ノーパン、ノーパン、ノーパン。選択しなかった。選択ないですね。え、選択はしてますか。トゥルルルルルル、週一、週一、週一。え、うーちゃん、はい、グランちゃんってお風呂は朝に入るか夜に入るか。トゥルル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 、気分による。今のところ不潔で撮ってる。というわけで本日のうーちゃん気になるなるなるはここまで。みんないかがだったかな。すごいためになった。では次回ウランの内臓を探る。お楽しみに。頑張ってください。ブーバイバーイ。バイブー。私たちは先に追われた人から退勤できるシステムです。なので私が残業確定です。あ、すいませんね。すいませんね。うちらが全然価格変わらないし。それは何でか。ずっと家にいるからです。もう家にいる以上メイクしたくないです。もうわかるでしょ。これを見てる女子諸君、家にいるのにメイクする人いますよね。すごい尊敬します。もうマジでめんどくさいよね。極力メイクしないでいきたいから、うん、クレマグの撮影とかになるとちょっとまあワンチャンしなくてもいいかなってなっちゃう。やっぱ素を見せてこうっていう、こういう。ラスト品が届き始めました。まずマック、ポテトとナゲットですね。これは様子を見ながら食べていかないと最後に甘いので終わることになるから。ありがとうございます。いつからお越しします。座らせますか。怒ってんですよね多分。いや、怒ってはないよ。ああ、そう。ただトラコさんを座らせたいだけ。はい、さっきなんか土下座されました。でも安心してください、トラコさん。同じのがもう一つあるそうです。 Be ambitious 我が友よ冒険者よ。
こっちが、スターバックスラテです。いただきます。皆さん、スタバのチョコレートチャンククッキーはぜひ店内で食べる場合も、お持ち帰りで外で食べる場合も温めてもらってください。このチョコが溶けた時のチャンククッキーが本当に美味しいです。おすすめです。平和に行こうよ。大変だよ、もう全くこのマネージャーは困っちゃうわ。叩いてください。ノーダメージ、はい、本気で叩いてみてください。え、いいんですか。はい、それ本気。はい、え、かわいい。どういう本気なの。もう行きますよ、ヨギボーで。全体重のせいじゃないじゃん。うち左手でもいける、本気で。もう一回こっちに。それを踏まえて、今の踏まえて。皆さん、見えてないじゃないですか。横から見たらお尻もう丸見えです。最近セクシーショット撮るのにハマってます。まあでもこれはうちらしか見れないんで、残念って書かれなきゃ。お前らのそんなの見たくねえよ。見せねえよ。誰が見せんねん。マジで DM 見てないと思うな。全部に目通してる。みんなありがとうね、いつも。ってことで、ごちそうさまでした。おい、やだ。じゃあね、みんな。あ、こっち見てると思った。パイパイ。最後は私一人になりました。静かで嫌だな、音楽もかけれないし。マジで氷の先生がよかった。冷たい。うちって多分大声出せばいいと思ってるんですよ。そうなんだ。じゃあダメだ。多分じゃあダメじゃん。大声、なんかどうにかしたい時、大声出せばいいと思っちゃってるんだと思います。うん、でも今日はね、好きなもの食べれてるんで幸せです。多分最後はね、私が食べてるところが映ってると思うんですけど、飛ばすのだけはやめてください。じゃあ面白くってやれよって言われるかもしれないです。今日はからぶってます。からぶってんですか。うん、滑ってる。滑ってんですか。滑ってそうね、やばい、帰ってきて。帰ってる場合じゃないって。ほらね。マジでこのチャンククッキーね、普通に食事として食えるぐらい重たい。ちょっとしたおやつは結構お腹膨れる。これ私のモッパン動画になっちゃってる。これとナゲット1個とポテト2本で終わり。やばい、分量間違った。しょっぱいのと甘いのの分量が合ってない。でもお腹いっぱいではないかも。ラスト、紅茶缶イン。うちのマネージャーさんたちはうちらの可愛いを知ってるので、めっちゃ細かく写真とかを選んでくれます。だからみんな世に出る写真がクソ漏れてるやつが出るんです。だし現場でも撮ってる最中に1台のパソコンに8人くらいの大人がもうこんなんだって貼り付いてみて、例えばちょっと前髪が浅見割れてるとか言ったら、もうすぐ「あっ浅見の前髪」ってスタッフさんね、メイクさんに言えるように、もう靴下の長さとかもそういうとこまでチェックしてくれて最終のあれが出るんですよ。でも楽しい、スチールの現場は。もう一回ラファーファの密着したい、自分のやつ。見せたいんですよ。前も密着した時、靴紐縛ってもらってる映像を入れたんですね。そしたらやっぱその現場を知らないじゃないですか、皆さんは。だから調子乗ってんじゃねえよみたいな、靴紐ぐらい自分で縛れみたいな DM が来てて、これもう仕事なのって思って。靴とかね、マジで厳しいんですよ。あれもらってるわけじゃなくて、お借りしてる靴とか服だから、だから傷つけたりしたらダメなのね。だからすって歩ったりとかしてもダメだし、だから途中までスリッパとかで着て、その取る場所で履くんですけど、やっぱ上も綺麗なままにしなきゃいけないから、もう全部メイクさんとかが靴下履かしてくれて、靴履かしてくれて、綺麗にリボンの形作ってくれてみたいなをやってるから、別に調子こいてるわけじゃなくて、なんか天狗になったから靴履かしてもらってるみたいに思われてたから、それはちょっとあるんですよ、服のシワとか。うん、大変なんだよ、すごく。でもそれがあるからいいのができてます。靴の前に達成の瞬間ですよ。カインラスト、ナゲット、うん、イェイイェイウォーウォー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 。
閉めて。早く閉めて。閉めて。誰もいない。もう出たくない。動画の閉めや。閉めて閉めて。閉めて閉めてください。閉めて。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイやってください。また次回の動画でお会いしましょう。違う違う。ダメだって。ご視聴ありがとうございます。最近暑い日々が続いておりますので、皆様熱中症には気をつけてください。以上、エアーでした。